神田沙也加氏の自殺により、その責任を、テレビが問われるとき、そこに決定権、そういうのが失われる、というのはあり得る。とはいえ、それはすぐに状況の改善、それにはつながらない。今まで通り、があるからだ。すぐには方向転換はできない。積み重ねた呪いのようなそれは、世界全域が被る、ということは道理としてはあって。それを前に打開に動く、というのは、あるいは神に逆らう行為、それの場合さえある。新型コロナウイルスのオミクロン株も、割とどうにもならない感じにはなって。多少の変化は状況に少しは、変化をもたらすのか？は、ちょっと軽薄な期待ではある。神田沙也加氏は、死んでいるのだ。犠牲の結果で、状況が改善した、というのは改善なのか？隣接する世界という感覚はでも、面倒がすぐ隣にある、そんな。